おとといの夜、静岡市内で開催された知事選の公開討論会。立候補を予定している3人が出馬表明後初めて顔を合わせました。前浜松市長で立憲民主党、国民民主党が推薦する鈴木康友氏。私の今回のですね、選挙のスローガンはオール静岡で幸福度ナンバーワンの静岡県を作ります。元副知事で自民党県連が推薦する大村慎一氏。私が目指すのは県民の皆様の声がまっすぐに届く県政でございます。そのために私はオール静岡を掲げております。共産党公認で党県委員長の森大輔氏。ポスト川勝県政におきましては、リニアの問題と浜岡原発の問題、これは避けて通れないというふうに思います。浜岡原発の再稼働について森氏が切り込みました。やっぱり地震の問題はこう避けて通れないと思うんですね。それで浜岡原発、今再稼働、するかどうか の規制委員会の審査が行われておりますが、この問題については鈴木さんの態度はどうなのでしょうか。今原子力規制委員会のお話が出ましたけれども、まずこの独立した国のですね、強大なこの機関が最も厳しい基準で判断したこの判定をですね、しっかりと検証して答えを導き出していく、これは私のですね、スタンスでございます。浜岡原発を再稼働するにあたって、やっぱり避難、実効性ある避難計画がなければ再稼働してはいけないというふうに思っております。大村さんの考えをぜひお聞きしたいということです。とにかく安全性の確保、これが全ての議論の前提第一だと思います。避難経路に属するこういったところのインフラをしっかり確保していくこと このことも重要だと思います。そしてリニア新幹線をテーマに熱を帯びた舌戦が展開されました。私はリニアの建設は中止を求めたいと思っております。リニア建設よりも南アルプスの自然環境と大井川流域の8市2町の命の水、これを守ることを優先すべきだというふうに考えます。じゃあ森さんに質問をさせていただきます。はい、ご覧になったかどうか分かりませんけれども、今品川の駅前というかリニアのスタートのところですけれども、ものすごい都市開発が行われています。あるいはそのリニアの周辺の、県や市町でもですね、今それを前提とした街づくりが急ピッチで進んでいます。でこれリニアめちゃうと、このリニアを前提とした街づくりってこれどうなっちゃうのか。そういう点では詳しくはね、私もちょっとそこは分からないところもあるんですけれども、やっぱり静岡県の知事としては、県民の命と暮らし、環境を守るというところでやっぱり主張をして、さまざまな問題が抱えているんだということを主張をね、していくことが大事だというふうに思っております。先ほどリニアの、メリットをねはっきりさせようということで、新幹線の本数を増やすということも言われたんですけども、その他にこうどういったこうメリット、があるというふうにお考えになっているのか。例えば東海道新幹線がですね、機能停止になったときにこのリニアあることによって東西のですね、交通が守られると。リニア推進の鈴木氏と大村氏、違いが分かりにくいとの指摘もある中、討論会の終盤、大村氏が新たな方針を打ち出しました。いつもいろいろ言ってるんですが、なかなか分かりにくいというお話をいただきましたので、ちょっとパネルを用意させていただきました。用意したパネルを持ち出した大村氏。まず私総理改革のために5つの約束というのをさせていただきたいと思います。第一に流域の公園を反映させる、2つ目に大井川の水を守る、3点目静岡県のメリットを引き出す、4番目に国の関与を明確にする。ここまでの4点は鈴木氏の主張と共通していますが、そして最後に5番目です。1年以内にこの問題について結果を出したいと思います。私が約束したい早期解決
5つの約束でございます。大村氏は1年以内に結果を出すと明言。スピード感を強調し、鈴木氏との違いを明確にした形です。初の論戦を終えた3人、公開討論会には参加しませんでしたが、知事選にはこのほかに諸派の横山正文氏が出馬表明しています。横山氏はリニア新幹線の早期開通や浜岡原発の再稼働を主張しています。まあ、候補者